こんにちは、佐藤しおりです。モア40周年記念のモアチャレプロジェクトでモノマネにチャレンジすることになりました。イエーイ。なんでモノマネかっていうと、私実は人見知りなので、こう最初のなんかコミュニケーションっていうのが難しいなっていつも思ってて、そんな時にモノマネ1つ2つ3ついっぱいあったら、ちょっと人を笑わせて、人に笑ってもらえるんじゃないかなって思ったのがきっかけです。ということで半年間一生懸命頑張ります。応援してねー。